はい、ガチンコマッチクラブをご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。今日はですね、ちょっと気づきをミスター M さんにいただきました。本当にありがとうございます。ガチンコマッチクラブのマスターのミスター M さんなんですけども、フルーツって太るんだってことを言われてましたね。いや、私ね、フルーツってのは何を食べても太らないものだと思ってたんですよ。いや、大きな誤解ですね。イチゴだろうがバナナだろうが、特にバナナね、バナナはめっちゃ食ってました。腹が減ったらバナナ食えば太らないんだと思ってバナナをガンガン食べてたんですよ。これはあんまり良くないのかもしれないですね。炭水化物も入ってますしね。ということなんで、やっぱり何でもかんでも食べればいいってもんじゃないんで、まあ唯一無制限にとっていいものは、まあ水なんですかね。水かなと思いますよね。ですんでね、太るフルーツ、太らないフルーツっていうのがミスター M さんがちょっと考察を出してくれましたんで、参考になると思いますから、絶対こうですよってものではないと思いますけども、ただね、本当にこのぐらい抑えておきたいなっていう情報が入ってますんで、動画概要欄から太るフルーツ、太らないフルーツ、ミスター M さんのガチンコマッチクラブ133話をご覧ください。そして来る5月5日なんですけども、このミスター M さんとね、22時からズーム対談をさせていただきますんで、ズームの URL をね、もうすぐ発行しますんで、そちらの方からご入場いただいて、ご覧いただければと思います。質問コーナーもありますんで、もしよろしかったらね、深夜なんでちょっと、ね、参加者いらっしゃらないかもしれませんけども、面白おかしくやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。ちなみに今ミスター M さん、チャンネル登録者数77人でフィーバーしておりますね。おめでとうございます。それでは